人生がいっぱい、チャンネル登録といいね。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いつも皆さんありがとうございます。ありがとうございます。今日はコリーさんの、はい、また面白いおばあちゃんの不思議な話を、はい、楽しみです、はい、すごく。今回は、うち2人弟の下の方の弟が、聞いたお話、聞いたというか体験した話なんですけど、はい、うん、まあ、私も、高校卒業して大学少しの間、祖母と、一緒におばあちゃんとね一緒に住んでたことがあったんですけれど、一番下の弟も、まあ、高校時代だったんですけれど、高校3年の時に、まあ、ちょっと、まあ、習い事というか、あの塾的なところに行ってて、で、その曜日だけはあまり遅くならないようにということで、おばあちゃんのところに週に2日3日泊まってたんですね。その時の話なんですけれど、夏の日にですね、はい、夜、まあ、家に帰ってきて、まあ、結構遅い時間に帰ってきて、で、まあ、そこはおばあちゃんが住んでるところっていうのは、本当に住宅街で、割と夜になったら本当に静かになるようなところだったんですけれど、弟帰ってきて結構遅かったんで、おばあちゃんに一言声かけて、すぐに、まあ、寝室に入って、もう寝る準備をして、もう布団の中に入ろうとしてたら、もうかなりね、もうやっぱおそらく10時ぐらいだったんでしょうね、うん、足音というか、ちょっとあの、うん、なんていうの、サンダルをこすってシャッ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 みたいな、うん、歩いてる音がしたらしいんですよ、うん、で、割と静かなんで、うん、それがよく聞こえたらしいんですね、はい、で、あ、なんだろうと思って、シャッ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 とだんだん音が近づいてくるんですよ、うんうんうん、で、そしてあのうちの近くに来て、なんか、その音が、聞こえるんですけど、これ、あら、これうちの家の周り歩いてないかって、うんうん、弟が思ったらしいんですよ、うんうん、で、あ、なんかちょっと変なやつが来たのかなと思って、ちょっと、まあ、2階にあのいたらしいんですけど、うんうん、2階からあの窓を開けて外を見たらしいんですね、はい、うん、そしたらその音が止んで、うん、それで、気配ももう全然なくなってたんですよ、うんうんうん、で、あ、何だったんだろうと思って窓を閉めて、うん、じゃあ寝ようかなと思って、うん、あ、いたら、うん、下のおばあちゃんの部屋の窓が開いたらしいんですね、開いた音が、うんうん、ガラガラガラって感じで、で、あ、おばあちゃんもちょっと多分気になって、うん、うん、開けたんだろうなと思って、そしたらおばあちゃんがなんか一言ブツブツって言って、はい、あの窓閉めたらしいんですよ、はい、うん、で、なんか、まあ、誰もいないわぐらいの感じで言ったのかなと思って、うんうん、言って、で、弟布団に入って、でも、はい、あれ、ひょっとしてその開けた音を聞いて、うん、その人間がどっか、うん、あの潜んで、うん、空き巣とかに入ってくるんじゃないかと思って、ちょっと心配になって、はい、うん、で、弟がパッと目が覚めて、で、ちょっとあの下の方に、おばあちゃんの部屋の方に行ったんです。おばあちゃんの部屋からなんか声が聞こえるらしいんですよ。で、あれと思って、うん、で、あの弟がね、声をかけたらしいんですね、うんうん、おばあちゃん大丈夫って言った。ああ、大丈夫大丈夫大丈夫よってって言って、で、それでまたなんかちょっとブツブツ言ってるみたいなんです、うんうんうん、で、はい、あれ何と思って、うんうん、で、あ、どうしたの、なんかあった、誰かいるのって、ああ、大丈夫大丈夫って言って、はい、で、それで自分の部屋に帰って、はいはいはい、で、寝て、で、次の日に起きて、はい、で、あの昨日さ、まあまあこういう音がしてるのっていう話をしたらしいんですよ、はい、うん、そしたらおばあちゃんが、あ、うん、あの謝ってきたから許してやったわ、はい、って言ったらしいんですね、はい、弟は何言ってんだろうと思って、うちのおばあちゃんって割とそういうことをポロッと言う人だったんで、あんまりツッコミもせず、うん、何言ってんだろう、まあ、また変なこと言ってんなぐらいの感じで、うん、あのうちの実家に帰ったんですよね、はいはい、うん、そしたらうちの母親が一言、おばあちゃん、お葬式行ったのかなつって
言って、で、お葬式って誰のって言ったら、隣の家の人がいて、はい、うん、そこにもやっぱりおばあちゃんがいたらしいんですよ。はいはい、でそこのおばあちゃんがずっと入院して、その前の日かなんかに、お亡くなりになったわけですよ。あ、うん、の、 あの告知っていうか案内が、うん、うちの実家の方にも来てて、おそらく、はい、ところに来てたと思うんですよ、うんうん、ただあのうちの母親曰く、うん、おばあちゃんとそのあの隣のおばあちゃん、うちのおばあちゃんと隣のおばあちゃんっていうのが、うんうん、喧嘩したらしいんですよでそのまんまあのその隣のおばあちゃんが入院してお亡くなりになったんですよ。それで弟が、あ、そうかと思って、うん、おそらくそのおばあちゃんが、来ていろいろ話をしていったんじゃないかって、でそれでおばあちゃんが、謝りに来たから許してやったわって言ったんじゃないかっていう、話なんですね。で おばあちゃんはやっぱり気分が悪かったからお葬式に行かなかったって言ってたらしいんですよ。まあだから それがその人がおそらく、来たくないかって弟の解釈ですね。おばあちゃんからは直接聞いてないんで、という話でした。おばあちゃんもすごいですね。こう何か不思議なことが起きてもひょうひょうと対応して。あ、もちろんもちろん、もう全然不思議なる世界は、一気として存在してるっていう、そういう頭の作りでしたから。あ、なるほど。じゃあもうおばあちゃんは隣のおばあさんの幽霊だって分かった上で、謝ってきたから許しといたわって、もうそこで何も別にそこは取り立てて、そこはないで。そう、あ、すごい面白い、かっこいい、面白いな、まあ、しいでした、はい、ありがとうございました。いつもですね、はい、ありがとうございました。いつも何が面白いかっていうと、その、はい、おばあちゃんがすごい不思議なことに巻き込まれているのに、うん、淡々とはいはいはい、いいからいいからみたいな、こう大丈夫大丈夫みたいな態度がですね、すごくグッときますね、よりリアルさを感じるというか、だからね、謝りに来たからみたいな、許してやったわみたいなうわー、面白い、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ぜひお願いします。毎回ね、はい、面白くて、はい、魅力的な話でありがとうございました。